はい、皆さんお疲れ様です。こんばんはです。今日はですね。あの人気ラーメン店でですね。あの有名なあのインフルエンサーが背脂の追加注文をしたみたいなんですけどもまあ、それにね。あの有料だったっていうことでですね。あの、ちょっと文句を書いてたんですけどもまあ、それに対してですね。人気ラーメン店の店主がですね。反論してそれがね。あのネット上でですね。この激論バトルになってるんでですね。その話をね。ちょっと見ていきたいと思います。今日はね。あの j キャストニュースの記事なんですけども。 ちょっととね記事を見ていいいきたいと思いますラーメンも美味しそうですねラーメンに背脂をトッピングしたら追加料金を取られた有料との案内はなかったのにラーメン好きだというインフルエンサーのそんな不満の声に臨機ラーメン店店主がツイッターで反論する騒ぎがあった。 メニューにも背脂増しプラス100円と表記もされていない背脂大好きだというインフルエンサーは注文する際店員さんに背脂多めできますかと尋ねたところできますと快諾されたためじゃあおめでお願いしますと注文提供されたラーメンを食べている最中レシートに多め100円との覚えのない金額が加算されていることに気づき店員に確認すると背脂増しの料金ですと説明されたという、まあ、どうですかねこの… 覚えがないっていうことはないんでしょうけども、まあ、100円取られるとは思ってなかったってことなんでしょうね。でメニューにも背脂まし100円と表記されていないこのことから追加料金がかかるならお願いしたときに追加料金かかりますけどよろしいでしょうかくらい言わなきゃわかんねえよって話じゃないですかと不満を表しした久しぶりにイラッとしてましたとするインフルエンサーはこの対応に抗議したところ上の方が出てきてお店の 落ち度という形でセアブラ分はサービスしてもらいましたとし最終的な対応や味には満足したと綴っていたうーん、まあ、イラッとするまでのことはないんでしょうけどもまあ最終的にねあお、のー、店の方がねあのー まあ、いちっと無料ということで対応してくれたんですけどこれお店の方お店もね、あのー、完璧な対応だと思います、まあ、こんな人に、ね、こんな人って言っちゃいけないんですけどが、まあ、この事案に対してでたかだか100円に対して、まあ、いちいちですねこのお金を頑張って取ろうなんてしたらですねこの店の評判も下がりますし何、まあ、といっても、ね、この時間の無駄なんで、まあ、ここはねもうちゃちゃっと、あのーまあ、単純なクレームだとしてですね片付けた方がいいんじゃないかなと思いましたね。ね で店側の、ね、反論です、ラーメン激戦区の東京・高田の馬場にある博多ラーメンデブちゃんの店主は賛否を読んだインフルエンサーの投稿を引用し、何でも無料だと思っているのか注文したら加算されるのはおかしなことではない、なぜイラッとするのかと怒りをあらわにしたうんそうですよね私もねこのイラッとするところまではちょっとわからないんですよね、なんでかなって思うぐらいあってもいいかもしれないんですけども、まあ、イラッとするのはちょっとどうかなと思いますね。 であちなみに、ね、私はあのどちらかというと店主の立場で物事を考えていますので、まあ、そういったふうな、あのー、ことになっていますので,で当店も注文の都度説明なんかしない濃いめとかよく言われるけどコストがかかっている上は当たり前の話すぎてと店主には当然の対応だしあそうなんですねで済む話じゃないですかねパーソナライズをお願い してたらなおのことでしたそうなんですよねあのまあ、仮にねあのちょっと減らしてくださいって言ってもですねあの普通のあの作業というかですねあのやっぱりちょっと違うことをしないといけないんでまあその分ねあのコストかかってしまいますしどうしてもねあのまあ あのちょっとだけでもですねあの違う動きをするとやっぱりミスとかもあるかもしれないしまあ仮にねあのそんなに料金かからないと思うようなものであってもですね店側のオペレーションはちょっと変わってくるんでですねまあその辺は少しお金がかかるというのはもう常識じゃないかなと思うんですけどねで追加料金のかかるメニューについては表記するべきだと主張するには何でもかんでも記載するわけねえだろう、株主にもなったつもりか。店を利用するし しないえ店を利用するしないか選ぶ権利はあるが意見する権利はないと反応し逆もまたしかそのうちもそのつもりでやっている勘違いするなとした、まあ、言いますね、まあ、なかなかねここまではちょっと言わなくていいのかなという気もするんですけどもだいぶ怒りがね感じられますトッピングサービスについては無料だと思うのも暴論になる年コストがかかるのを無料でいただけると思うな有料が当たり前無料なら感謝する べき話なぜ有料だと切れたり文句を言わなきゃならないんだと怒りを綴っているというんまあ、まさにそうなんですね。でこれに対してですねあのネットの意見がですねいくつか出ていますまずはですねその店側をね擁護する意見なんですけども追加料金をいただくなら客側が店に有料ですかと聞けよ <laughs> ということなんですけどね。まあそうなんですよねこれ、あのー メニューにですね書かれてないものなんであの完全なこのサービスなんですよ、店にからしてみれば。ですねだとするとあの、まあ、お金かかるかどうかっていうのはこのお客さん側から聞いてもいいんじゃないかなっていう気もするんですけどね、まあ、その辺、ちょっと、うんまあ、意見が分かれるとこだったんでしょうけどもでメニューにないものを頼んだんだから有料は当たり前ではあってまさに、まあ、さっき言ったことなんですけれどもそうなんですよねこの結構ねあのなんか昔はね ちょっとしたものだったらただでっていうのがあったんですけどもさすがにね今の時代どうかなっていう気がしますね。 ママ,じゃないママじゃないやつからのお世話、有料だと学習しろ、これはなかなか辛辣な意見なんですけども、も非常に的を得てますね、もう世の中ね、ただなものはないんですよっていうところなんですよ。でセアブラ大好きで、無理言ってイレギュラーに対応してもらって100円程度で渋るんかって、うん、これもねそう、そうなんですよね、本当、まあ、ね、店側からしたら多分百100円取ってもですね、全然その大した利益にならないのを、本当サービスでね、やってるって感じじゃないかなと思いますね。で、まあ、続いてはですね、 あのまあ、店側じゃなくてあのインフルエンサー側のお客さん側からの,、ね、あの意見なんですけども店側が説明を書いていただけではこれねさっきの,あの真逆の話なんですけどもこの店側が、ね、こう説明するべきではないのかっていう、まあ、確かに、ね、これも一理あるんですただこれはねあのもうこういったふうなトラブルをあの避けるためだけにですねあの店側はやればいいだけであって、まあ、なかなかねあの、うん 忙しい、バタバタしている中でですねあのそこまでまあ気が回らなかったんじゃないかなという気もするんですけどねで追加で料金が発生するのはちゃんと伝えるのが常識だけどな。っていうかまあ そうですよね、まあ、一応、お金を取るんでです、ねあので、ーまあ、伝えるっていうのは確かにそうかもしれないんですけれども、まあうんまあ、そうなんでしょうね、きっとでこれが通っちゃうならあとから水の代金100円とかできちゃうからねこれは、ね、ちょっと違うと思いますあの明らかに、ねあのーまあ、社会通念上、ねまあ、ただのものに対して、まあ、お金を取るっていうのはまあどうかなと思いますしもしこれをやるんであれば本当にお客さんこのぶっ飛んじゃうんじゃないかなと思いますよね。 法的に、ね、どうのこうのという問題はないかもしれないんですけどもこれはちょっと、まあ、暴論すぎるかなという気がしますね、まあ、有料なのに黙っているとか犯罪でしょうってこれ多分ね犯罪にはなりませんきちっとねお金も多分取れるんでしょうけども、まあ、これはねちょっと、うん、なかなかひどい意見だなという気もしますねで注文を受けた時に追加料金の説明をするのが普通だしトッピングの契約 行為なので、説明義務が発生する。この義務が発生するかどうかっていうのはまあちょっと。 微妙なところだと思うんですけれども、これね。あのポイントね。普通っていうところなんです。で、今回のね。話がすごく割れて議論になってるバトルになってるのはですね。この普通がね。あの、やっぱり人によってちょっと違うのかなという気がしますね。だから、私の普通っていうのはまあ,あの追加でお金取られてもしょうがないかなって。しかもあのまあ、説明もちょっとなかったのは、そのもう料金表に書いてないからしょうがないかなって気がするんですけども、まあ、このね。普通っていうのがポイントかなっていうのを。 だと思いますで取るのは、OK、ただ確認するべきである、ま,あ、まさに、ねまあ、さっきまでの話のこと、ですねで店側は値段を掲示する義務があるだろう。 まあこれね多分義務はないんです、まあ、そもそもねあのメニューにしていないので、この油をあ背脂を増すっていうこと自体はもう完全にねこの店側がサービスでやってるだけの話であって、もちろんねあのお断りすることもできますし、もうそれこそ、ね、じゃあ1000円かかりますよっていうんであったら、ねまあ、1000円取ることもできる、まあ、1000円取ったら多分問題になるんでしょうけど、まあ、その辺は、ねあのー、この店側の裁量、まあ量式的な金額であればですね、まあ、今回100円というのはすごく量式的な金額だと思うんですけれども、それならね問題ないんじゃない なないいかなと思いますけど、ね、で他の大勢の他の、うん、他の大多数の店が無料で対応している中でその店も価格表記でなかったら普通は無料サービスと勘違いするのではこれがね一番今回の,あのポイントになってくると思うんですけども私ねあのもうなかなかねちょっとラーメン自体食べるとこの,あの胸焼けしてしまうしあまりちょっと食べなくなったし、まあ、ましてやですねあの背脂をこの 増量するなんていうのはちょっと考えられないような話なんですけれどもこれねほ、まあ、他の店でもどうもねあの結構背脂無料であのマシマシしているところがあるみたいなんです、まあ、だとするとですねちょっとやっぱり勘違いするお客さんっていうのもいるのかなということでやっぱりねこの義務があるかどうかは別としてお店側としてはですねやっぱり掲示をきちっと としたりとか、まあ、例えば、従業員さんにですひ、ねまあ、一言その、まあ、お値段のこと話をしてくださいねとかいうことであの、まあ、言ってもらうようにした方が、まあ、トラブルは少なくて、まあ、いいのかなと思いますね、まあ、ちなみにですね。 あのじゃあ、その普通っていうところの話なんですけども、このまあ、どこまでが無料なのかっていう、まあ、上がね、まあ、有料だろうそんなもんっていうのから、まあ、下がですねその無料だろうそんなもんっていうところでちょっと書いてみたんですけれども、あのまあ、一番上のチャーシューとか、おもりとかですね、まあ、この辺に関してはもう100%、まあ、チャーシュー麺とかあるぐらいなんでですね、まあ、有料は当たり前で、まあ、おもりも,まあもうほぼほぼですね、あのー 有料なのはもう当たり前かなって気がするんですけどもこの辺の品地区とか高になってくるとですねこのワンチャン無料のとこもあるのかなという気がしますね。あのどうなんですかね、この、まあ、品地区はあんまり聞かないんですけど高菜無料はね結構あの博多ラーメンあるんでですね、あのまあ、取り放題というか食べ放題というかですね。か、まあ、からそこらららこ辺ぐらいからはねちょっとあのー 有料無料ちょっと微妙なところになってくるんだと思いますしこのその次ぐらいにですねこの背脂とかねぎが来るのかなとだとするとですねやっぱりこう背脂を無料と思う人も出てくるのかなという気もしますしこの辺は難しいところですよねでネギに関して言うとですねあの結構ねあの微妙なところなんですでまあラーメン屋さんにしてもうどん屋さんにそうでもそうなんですけどもまあ無料でね大盛りにしてくれるところもありますし本当ああね あの有料のところもありますちなみにあの私がよく行ってるうどん屋さんなんですけれどもあの20円でですね大盛りができるんです。でめちゃくちゃたくさん乗ってくるんですよね。だからあのまあこのネギの大盛りに関してはそこの店のですねネギの大盛りに関してはそのまあ利益がどこのこのっていうのはあれなんですけどまあ大盛りするにはですねまあちょっとお金が。 欲しいほか他のちょっとね何かやっぱりほかの人と差別化したいのかなということで値段を取ってるのかなっていう気がしますねでまあ紅生姜とかになってくるところまあ、ラーメンは当然こう無料なんで。 まあこの辺はね、ねもしこれでお金を取るんだったらさすがにそれはちょっとなっていう気がしますねで水はね、まあ、さっき話に出た通りやっぱりもう無料が当たり前っていうこれも日本全国とまで言わないんですけど、まあ、高級レストランとかですね、まあ、水でもお金取ったりしてるみたいなんですけれども、まあ、普通ラーメン屋では取らないんで、まあ、この辺でね逆にお金を取ったりすると本当トラブルになってしまって、まあ、それ逆にねあの効率が悪いのかなっていう気がします。まあ、ただでででですすねあのねねね本本当日はもももかんん無料のの文化なんですけども今ねほんと、ね、あの 何でもかんでも値段が上がってます材料費がすっげえ上がってしまってるんで店としてもですね本当やっていくだけですごく大変なんですで本当ね今日ちょっと会ってたニュースで給食を提供する会社がですねいきなりその提供をやめても大混乱になってるみたいなんですけどもやっぱりね材料費の高騰でもうやっていけなくなったと。もう本当多分ねあのの給食の あの契約なんていうのは年にいっぺんとかしかやってないんで、多分去年の,、ね、あの2月とか3月ぐらいに契約してとかなってくるんでしょうけども、も去年というか、今年ですね、の2月、3月に契約してるとなってるんでしょうけども、も、まあ、その後にですね多分あめちゃくちゃもう材料とかが高騰してしまって、本当毎日毎日毎回毎回、赤字で、ね、もうやってるんじゃないかなと思います、でまあ、そうなると、ですねやっぱりもう突然やめてしまうっていうことも、ね、あるんで、もう本当ね、あの飲食業というか、す、ま、べ、あ、まあての業界、そうなのかもしれないですけど、すっげえ大変な時代なんです。 だからあのー、まあ、無料っていうのはですね今からじゃん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 なくなってまあいくしですねやっぱちょっと世知辛い世の中になっていくのかなと思いますご視聴ありがとうございました